どうも、大島ちゃんでーす。今日もまた元気に、やってきました。今から元気で、ちょっと、今日はちょっと暑いので、ジュースとか、まあそういった冷たいものでも買おうかなと思います。まあちょっと今、梅雨なんで、ジメジメして、本当に蒸し暑いですよね。まあ今日、私も仕事で結構汗流したので、今日お風呂上がりにちょっと冷たいものでもなんか、まあビールは毎日飲まないんですけど、なんか冷たいアイス、まあビールもちょっと安いになったら買おうかなと思います。それでは行ってきまーす。はい、お買い物行ってきました。はい、まず今日買ったのは、はい、日清ソース焼きそば、からしマヨネーズ。まあ、これは、元気でいつも安く売ってますよね。このお値段が、ソース焼きそば、98円。まあ、安いですよね。はい。そして次が、パンですね。ザクッと食感、バニラミルク。これはちょっと食べたことなかったんで、今日ちょっと買いました。これは山崎じゃなくパスコですね。はい、これが値段が、78円。78円安いですね。はい。そして次買ったのがこれですね。お、これおにぎり、しそひじきおむすび、もち麦たっぷり。これちょっと初めてですね。これ新商品かな。今日、店行って初めて見たんですけど、まあ、ひじき入ってますよね。なんか見た目美味しそうなんで、ちょっと買ってみました。これはもう当然、フジパールですね。値段が、78円。まあ、安いですね。はい。そして次に買ったのが、暑いんで、緑茶。これは元気の、まあ、プライベートブランドじゃないんですけど、販売者元気の、まあ、お茶ですね。緑茶。まあこれそんなまずいことはないです。美味しいですね。緑茶。鹿児島県茶葉、これ48円。これ安いっすね。48円、さすが元気安いな。はい、そして次買ったのが、ちょっとビール買いました。これは麦の光オフ、糖質 50% オフ。これが確か、これ元気なんですね。書いてないな。こっちだ。これが輸入者元気、原産国ベトナムって書いてあるですね。ちょっとベトナムってちょっと怖い感じするんですけど、まあ今日ちょっと飲むか分かんないんですけど、はい、一回ちょっとどんなんか飲んでみようと思います。これ値段が、ムーンの光、書いてあるね。98円。安いなぁ。やっぱり安いな。98円。安いですね。はい。そして次に買ったのが、日用品ですね。日用品の、いつも買う。この、ウェット。お尻拭きソフトタッチ。まあ、これいつも家で、ウェットティッシュの代わりで使ってるんですけど、これ、まあ、安いですよね。赤ちゃんのちょっと売り場にありますよね。198円。198円、これ安いな。安いですね、これね。はい。そして次に買ったのが、またパンですね、これ。フィッシュフライドッグ。138円。
これ税込みか。税込み税込み。まあ、あ、そうだね。税込みだね。税抜きで128円。まあ、これは、チリドッグも美味しいけど、これも美味しいですね。はい。これ明日の朝飯に食べようかなと思います。そして次に買ったのが、暑いんでちょっとアイス買いました。これ、双葉のサクレパイン。まあ、かき氷ですね。これ。これともう一つは、はい。これも、双葉のサクレレモン。これ、レモンのこの、ちょっと上に乗っかってるんですよね。これいいですよね、かき氷で。これの値段が多分これ二つ一緒だと思うんですけど、レモン98円、サクレパイン98円。うん、98円ですね。まあ、98円。コンビニで買うよりは安いですよね。はい。やっぱこんだけ暑いと、このかき氷は美味しいですよね。本当に、ちょっとこれ一気に食べると頭痛くなるけど、まあそれがまたいいんですよね、夏は。はい。ということで、今日はこ、以上ですね。今日買ったのはこんだけですね。はい。今日買って、これ合計で1106円でした。おお、コンビニでこんだけ買ったら、1000円、1106円のは買えないですね。やっぱり元気は安いですね。はい。ということで、また、今度また元気かな。今度青木最近ちょっと近所の青木が弁当とか野菜とか、ちょっと店を改装して、弁当と、あと野菜とか、そういうのを置くようになったんですよね。まあ、そこでちょっと一回また青木行って、弁当とか見て、見に行きたいなと思います。ということで、今日の動画は以上でーす。また見てくださいね。はい、バイバイバーイ。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 バイ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 。はい、バイバイ。